多くの人は YouTube ショートの末端を稼げないと言っていますが、それは本当なのか。確かにロング動画と比較する場合はショートの広告単価低いのが事実です。同じ再生数を取るなら圧倒的にロング動画の方が稼げます。しかしそれだけではショート動画を舐めすぎ。もし皆さん YouTuber ランキングを検索していただければ、上位5名の方はどちらもショート動画だけで100億以上の再生数を取れていることに気づくと思います。単純計算してみれば1億円以上の広告収入です。つまり再生数が足りればショートでもロングでもどちらも稼げます。なので今回動画ではエクサ初心者でもできるバズるショート動画の作り方について解説していきます。ただこの2つチャンネルのようにたった5ヶ月だけで登録者0人から20万人に急増して、かつ毎月50万60万の広告収益を稼げます。このような動画を簡単に作れるにもかかわらず何百万の再生数も取れます。あなたもこれから紹介するやり方でやればたった30分で作成できます。当然普通に収益化もできます。タイミングが良ければ今日から収益化の条件クリアするのもおかしくはないです。興味がある方は絶対目指さないように。 OK Let's go。 OK 今日の方法は主に4つステップに分けられていて、途中でもし分かんない方がいれば概要欄テンプレートからどこで何をするかを参考できます。ではステップ1から見ていきましょう。ここで台本作る方法は2つあります。1つ目は単純に AI の力を借りてそれを書いてもらいます。ちなみにもしこれを日本語にしたければ指示を出すだけで簡単にできます。また今日の方法は日本人向けに作るか海外向けかによって取れる再生数がだいぶ変わります。その理由は単純に英語使う人口と日本語使う人口の間に10倍の差があるからです。例えば日本で成功したショートのチャンネルは全て英語のタイトルを使っています。戦略的に海外向けにした方がバズりやすいです。そして2つ目の方法はオープニングで紹介したチャンネルにアクセスして、ここで自分が好きな動画を選択してからそれをリンクをコピーしてください。続いてタップタップにアクセスして、ここで AI 文字起こしをクリックするとここでリンクを追加できます。これをやれば今の動画どんな内容を使っているかを転写できます。そしてできた内容をコピーしてチャット GPT に貼り付けて AI にこれを書き換えてもらいます。この方法でやれば今の動画の大まかな概要とストーリーラインを残してより優れたオリジナル台本作れます。そうすると著作権の心配もないし、優れた台本でもっと優れた動画を作成できます。 OK これで台本ができたので、次のステップは AI に動画用の画像を作ってもらいます。ここでは個人的にミントちゃんに使うことをおすすめします。もしミントちゃんに使いたくない方がいれば無料の AI を使うと同じくいい感じの画像を作れます。そしてやり方としては、まず最初にチャット GPT に今の台本を基づいて他の AI で画像生成できるプロンプトを作ってもらいます。例えば入力する指示はミントちゃんで各ストーリーの画像生成するプロンプトを書いてにします。これをコピーしてチャット GPT に貼り付けるだけでチャット GPT はストーリーの内容に沿ったプロンプトを作ってくれます。このリストの内容はミントちゃんに以下の AI も使用できます。OK、これで準備が整いましたので、次にミントジャーニーまたはレンアウトを開いてそこにプロンプトを貼り付け始めます。やり方は少しシンプルで、まずチャートにスラッシュイマージを入力してからチャット GPT で生成したプロンプトをコピーしてここに貼り付けて実行するだけです。そうすると AI は高品質のリアルの画像を作ってくれます。例えばブラウザ開いてみると結構いい感じでできています。続いて4枚の画像の中にどれを使うかを決めます。例えば僕なら1番と3番にします。そして対応するアップスケールボタンをクリックするとより解像度が高い画像を得られます。ここで注意してほしいのは、一旦皆さん画像を決めたらそれはイコールこれから作る動画のスタイルを決めたことと同じです。例えばこの感じの顔とかこういう感じの色とか、もしこれから作成する画像は今の画像と違ったら動画全体違和感が出てしまいます。なので全ての画像の雰囲気を統一する必要があります。これをやるため、まず決めた画像をクリックしてからブラウザで開きます。そうするとこれのリンクをコピーできます。そして次の画像を作るときに先の画像リンクを貼り付けてから次のプロンプトを貼り付けてください。そうすると全ての画像は非常に似たスタイルになります。あとは同じやり方でそれぞれプロンプトに対して簡単なコピペするだけで OK です。ちなみにできた画像の一部を元アップしたバージョンで作れば動画編集の時にもっと違うバリエーションを加えることができます。そして最後に全ての画像をフォルダに保存するだけで完了です。 OK 今のところは私たちすでにチャット GPT で台本を作成してかつ動画用の画像を生成できたので、次のステップは AI にナレーションを生成してもらいます。これをやるためもう一度タブタブに戻って左の項目から AI ナレーションを選択してください。そうすると新しいファイルを開いてコアコアのところにチャット GPT で生成した台本を追加できます。そして動画にどんな声を使うか人顔のアイコンをクリックするとここから選べます。ただ僕はこの人の声にします。そして再生してみると
How Genghis Khan's contributed to his dominance in the East. Genghis Khan's supremacy in the East owed much to his strategic employment of daughter diplomacy. 良さそうですよね。皆さんも自分で聞きながら良さそうな声を選択してください。もしこれがいいと思ったら、右上のエクスポートからナレーションのファイルをダウンロードできます。そしてこのタイプの動画を作る上で最も注視すべきなのは BGM の選択です。今日歴史に関連する BGM の雰囲気は盛大、また物語を語る時の音楽はベストです。イメージしにくいかもしれませんが、ただ僕は後で使う BGM のリンクをテンプレートに入れました。ここにアクセスするとこのページから無料でダウンロードできます。皆さんこれを聞いて似たような音楽を探してみてください。それともずっと同じ曲を使っても何の問題もありません。そして絶対忘れてはいけないのは無料の音楽を使用するときにそれの使用条件を確認することです。例えばこの曲はクレジット表記が必要と書いてあるので、それをコピーして動画の概要欄に必ず貼り付けてください。仮に使用条件がなくてもどこのサイトからダウンロードしたか、それは出所表記することが間違いないです。OK、ここまで AI に全ての素材用意してもらいました。最後に編集ソフトでこれは完全の動画にします。そしてどんな編集ソフトを使うか迷う方がいるかもしれませんが、個人的にキャプカットをおすすめします。この無料ソフトの中に事前にあった全てのアニメーションや自動文字起こしなどの機能は結構強力です。しかもスマホとパソコンで両方とも簡単に使えます。どちらの端末でやってもやり方が変わりません。もし皆さんソフトをダウンロードしたら、まず全ての素材をインポートしてください。そしてこれは完全な動画をするため、その中にアニメーション、トランジション、ジャンプカードなどを加える必要があります。そうすると覚えてない画像は、このような躍動感がある動画にすることができます。複雑そうに聞こえますか？慣れてきたら15分だけでできます。では一緒にやっていきましょう。まず最初にボイスをタイムラインにドラッグして、ナレーション内の空白の部分を削除してください。これをやれば、ナレーション内の無駄なものを除いて、テンポのいい動画にすることができます。ただし普通に分割をクリックして、また削除するようなやり方は非常に時間がかかるので、こういう時、右上のショートカードでカスタマイズすれば、作業の効率が倍以上上がります。ただ僕の場合は、分割を W、左削除9、右削除 E にしています。そうするとカットをするとき、再生ヘッドを動かしながら指3本動かすだけで簡単にできます。ちなみに左削除は再生ヘッドを起点にして左のクリップを削除するのことです。右削除はそれの反対です。そしてこのやり方で空白の部分全部削除していきます。OK、続いて生成した画像を追加していきます。これをやるとき、まず動画の比率を強対16の縦形式にしてください。これはショート動画の標準サイズです。ついでに画像をズームインします。そうすれば、スクリーンにキャラクターをはっきり映ることができます。そして同じやり方を繰り返して、各画像をカットしたボイスに合わせながら、3から5秒ごとに画像を切り替えるように追加していきます。OK、これで基本の部分ができたので、次に視聴者に飽きさせないように、トランジションとアニメーションを追加します。まず最初にフィルターをクリックして、ここから自分が好きなフィルターを探します。ただ僕なら、クリアのフィルターを動画にかけます。これをやるだけで、すべての画像の色味がいい感じになります。続いて右側からアニメーションを追加できます。ただインパクトがあるオープニングにしたければ、ズームアウトのようなアニメーションを追加するだけでできます。もしこれが早いと思ったら、下のところで入りのスピードを調整できます。そして次の画像の間にトランジションを入れたければ、上のところから見つけられます。例えば左スライドするトランジションにします。ただしこれだけだとちょっと単調なので、アニメーションも一緒に追加すれば、画像に少しの奥行きを与えることができます。そうすると画像が動いているように見えます。そして月のシーンも同じエフェクトをかけます。次にもし動画に少しの 3D 効果を入れたければ、歪みのアニメーションを追加するとできます。そしてアニメーション変更したら、同時に入れるトランジションも変えます。これだけで結構いい感じになります。そして同じやり方で、トランジションとアニメーションを次々追加していきます。この部分の編集はトランジションとアニメーションセットで入れることが最低のポイントです。どのアニメーション入れるか特に決まってないので、皆さんいろいろ試してみれば自分のやり方見つけてくると思います。もしわかんない方がいれば、このチャンネルの動画を参考することをお勧めします。次に今の動画の面白さをもう一段階に上げたければ、上のところからエフェクトを入れるともっといい感じになります。例えばいかつい人に雷のエフェクトを入れるとか、戦うシーンに炎のエフェクトを入れるとか、何もないところでもこういう花火効果を入れると動画全体多彩になります。これも自分の好みで入れていいと思います。続いてテロップ追加していきます。このソフトの中に自動文字起こし機能があるので、私たちできたテロップに少しの調整を入れるだけで、このような面白いジャンプをするテロップができます。やり方としては、上のテキストをクリックしてから、左の自動キャプションを選択してください。そして言語を英語にして、作成をクリックします。そうするとソフト
ットは下のナレーションを探知して自動的にテロップを作ってくれます。そしてテロップの調整は飛び出すのアニメーションを選択してください。これをやればテロップの単語が一つずつ出てくる感じになります。続いて文字に使うフォントはコミカ X に変更します。もしこのフォントがない方がいればテンプレートリンクから無料でダウンロードできます。そして文字もう少しいい感じにしたい場合は文字の大きさ柔軟にしてシャドウを入れて距離も調整するとこの動画と同じのフォントになります。ちなみにテキストはテンプレートからいろんな形を選べるのでこれをいろんなアニメーションと組み合わせで見ることで自分のオリジナルスタイルができます。皆さんぜひ試してみてください。 OK、 ここまでできたら動画がすでに9割完成したので最後に BGM と効果音を入れれば臨場感がある動画に仕上げることができます。そして BGM タイムラインにドラッグして動画と同じ尺にします。一応 BGM に関してはマイナス 20dB ルールと呼ばれるものが存在して実際のところは動画の内容によってマイナス25から 30dB に設定されることが多いです。皆さんそれを聞きながら調整してみてください。例えばこの動画ならマイナス 25dB にします。そして効果音を必要なところだけに入れます。例えばこの動画なら戦っている時に刀が交わる音や打線の効果音など結構いいチョイスです。ちなみに効果音はオーディオのサウンドエフェクトから見つけられます。当然効果音なくても何の問題もありません。そして全て完成したら右上のエクスポートをクリックしてこの動画を書き出して実際のところはどんな感じかチェックしてみます。How Genghis Khan S contributed to his dominance in the East. Genghis Khan S supremacy in the East owed much to his strategic employment of daughter diplomacy. Unlike conventional rulers, he utilized a distinct approach by marrying his daughters to kings of allied territories. This was not without stipulations, as he mandated specific conditions. His daughter's suitors were compelled to forsake their existing wives before being allowed to wed one of Khan's daughters. Moreover, these new sons-in-law were properly enlisted into military service during the Mongol conflicts. 結構いい感じですよね。こんな感じでこれは一連の流れになります。ここまで紹介したやり方でやれば顔出ししなくても声を出さなくても短期間でバズるショート動画を作成できます。あとはそれを量産して YouTube にアップするだけです。収益化条件をクリアすると YouTube からお金を稼げます。興味がある方はぜひやってみてください。最後にもし今回の内容がいいねと思ったらぜひチャンネル登録といいねをお願いします。では See you next time.